い、田中九十です。フォートナイトやっていきます。それでね、今回ねフォートナイトのねアップデートのね感想を言っていこうかなって感じっすね。まあアップデートの感想といっても、その直近のアップデート、まあ今撮ってる時の直近のアップデートはインフィニティブレード、あれインフィニティブレードだっけ、どっちだっけな、あの最強剣、そう最強剣アップデートのことだけじゃなくて、飛行機アップデートのこともね含まれる感じっすね。でシーズン7以降のアップデートについてね今回言っていこうかなって感じっすね。でこれね後付け実況じゃないんで、そこら辺あれっすね、なんかいきなりなんかあの喋ってる途中になんか戦闘知らせて黙り出すみたいのがあると思うんだけど、許してくださいって感じっすね。で最近のね自分のねアップデート感想っていうのはね、まあ剣アップデートとか見るに、なんだろう、あれなんだろうね、あのあんまなんだろう、運営的にはね俺そんなガチゲー路線で打っていこうっていう感じじゃないんじゃねえかなって感じしてきたんだよな正直。いや別にそのガチゲーっていうか、いわゆる競技用路線っていうの、なんだろう、うん、そういう感じで e スポーツか、うん、そう e スポーツみたいな感じで売っていくよりも、まあ、お祭りゲー路線で売っていきたいのかなっていう感じするんだよね。飛行機とかさ、なんだろう、あの強い剣、強い剣ってさ、まあ、ぶっちゃけその競技とか考えたらあんま良くないと思うんだよね。でも別に競技とか考えなきゃいいと思うんだよ。なんでかってお祭りゲー路線だといいじゃん、あの見た目派手でさ、なんかすごそうみたいな、なんか面白そうみたいな印象与えるじゃん。もうそれでいいと思うんだよね。それで、うん、やばいやばい、これは競技用路線だと思わなければ全然ありなのかなっていう感じすんだよな最近のは。でも結構賛否両論だよねアップデートね。やっぱ昔からやってた人は怒ってんのかなっていう感じがする。もうね最近思うのはね、もう批判の内容を見てみると、公式ツイッターへの批判の内容を見てみると、もうもはや変化自体をね拒んでる勢も結構多くいると思うんだよね。まあでもね、結局その公式ツイッターにリプライを送る人って、まあ、多数派かどうかが分かんねえから、まあ、よく少数派だと言われてるけど、俺別にそうでもないと思うんだよね。てか分かんないんだよ多数派か少数派の意見だって。まだやってるかね、まだやってるかね、その前にこいつ倒したい、その前に、お、強っ強っ、よく見れば、いきなり、ね、戦闘しだすの、そこ。あれ、帰るのか。オッケー。これでやっと喋れんな。まあ、でもあれだよな、本当に。変化を拒んでる層はね、なんでだろうね、変化拒む。あ、でもね、変化を拒む層ってね、ある意味ね、普通に考えたら、まあ、出てくるっちゃ出てくるんだよね。というかあれと同じだと思うんだよ個人的に、あの最初にやったゲーム神ゲーだと思っちゃう理論。俺だとね COD4 っていうゲームがあるんだけど、このゲームをねやっぱね最初にやったのね。だから結局どのシューティングゲーム DPS、FPS に関わらず、でもその神ゲーの基準がやっぱ COD4 になっちゃうの基本的に。俺もね、例えばジャンプできないとクソゲーだとか、スタイリッシュじゃないとダメとか、ジャンプ値できないとか、そういうことがあるともうダメダメダメって感じなんだけど、例えば初めにさレインボーシックシージやった人とかだとさ、また違ってくると思うんだよ。別にジャンプ値なんてできなくていいと思うしみたいな感じ、まあ、最初に例えばフォートナイトやった人だとさ、逆になんかそのなんて言うんだろうな、リアル系っていうの、リアル系のシューティングゲームはちょっと面白くないのかもなって感じる可能性もあるわけじゃん。まあ分かんないんだけど人の感性だからまあこのようにね、やっぱね最初やったゲームをね神ゲーだと思うんだよね基本的に。人間っていうかゲームやってる人ってやっぱ愛着あるし、だからフォートナイトアップデートめっちゃ重ねて、もう別ゲーじゃんシーズン4とシーズン7は。だからやっぱそういう現象が起きてんのかなっていう、ゲーム内においても。だからシーズン4の環境が神ゲーだとまあ思っちゃうっていうか、なっちゃうみたいな。そうなるとあれよね、もうどんなアップデート重ねても絶対批判食らうわけよ。最近のフォートナイトアップデートで結局あんま批判食らってないのって、その見てる感じね、見てる感じ、ポンプショットガン強化アップデート、
ぐらいじゃないかなっていう感じはする。あとね、バルーンアップデートとかああいうのは別に、バルーンアップデートってあのバルーンの実装みたいなあんま批判食らってなかったけど、やっぱ弱い武器って結局批判食らわないんだよ。だって使わねえもんみんな。今バルーンはそんな弱くないんだけど、出た当初もぶっちゃけそんな、なんだろうな、ぶっ壊れじゃないじゃん。だからぶっ壊れじゃなく、しかもバルーンって別に強い系の武器じゃないと思うんだよね、その出た当初は。今はまあ諸説あるけど、使いやすくなって、まあ、出た当初はもうまあまあって感じだと思うんだけど、まあ、そういうなんだろう、微妙系の武器がもはや受け入れづらくなってんのかなっていう節があるんだよね、個人的には。強武器はもう実装できないのかなって。実際強武器もう出てないもんね。だってシーズン6で強武器出たっていう話だよね。今俺の持ってる武器見りゃ分かるけど、全部あのヘビーアサルトは違うか、ヘビーアサルトは違う。でもこれもね、だってスカー取ったら捨てられるからね、ぶっちゃけ。まあだって今強いって言われてんのはさ、まあこのポンプショットガンとかさ、まあ、スカーとか、あとグラップラーとか、そういう結局シーズン6で出た武器って強武器ほとんどないんだよね。俺思いつかないな、シーズン6で出た武器で強武器ある？マジでないと思うんだよな。なんかね、強武器をね実装できなくなってんだよね、もはや。なんかそのその前の強武器は許されるけど、今の強武器は許されないみたいな感じ、わかる？遺伝式ショットガンもさ消えたじゃん。あれもだってあれだもんね、ポンプショットガンと大して変わんないんだよ、ぶっちゃけ。凶悪度、今のポンプなんてヘッド一撃でさ、割とさ前世紀の遺伝式ショットガン並みに割と、なんだろう、強力なのね、普通に考えれば。ヘッド一撃だし、前世紀の遺伝式ショットガンって別にヘッド一撃じゃねえし、2発連続で撃って実質一撃みたいなとこあったけどね。でもあんまポンプはさ、その弱体化の流れ来てないじゃん。でもだから、もう既存武器を強化する方向以外ね、苦情くんじゃねって。まあ、既存武器っていうか、厳密に言うと個人的に思ってるのは、ショットガンの強化と、建築の強化以外ね、多分ね、絶対苦情くるんだよ。何があっても苦情くる、個人的には。多分ね、まあ、ロケットランチャーの強化とはね、まあ、既存武器だけど苦情くるけど。やっぱショットガンと建築だな。このショットガンと建築が本当にフォートナイトの、批判を食らわない唯一のポイント、強化しても、おそらく。ショットガン、例えばね、胴体200だったらさすがに批判来るかもしれないけど、さすがに、ちょっと強化してくれって来ないと思うんだよね。建築もそう。多分ね、今ちょっと強くしても全然批判来ないと思う。むしろ喜ぶみたいな人いると思うよ。建築強くなって嬉しいみたいな人はいると思う。俺個人としては建築が弱くなってほしいんだよ、現状の建築って。まあ、これはあんま話関係ないから、まあそんな話さないけど、まあ、これっていうかね、最近のアップデートの傾向を見ると、まあ、インフィニティブレードと飛行機も批判食らってるし、まあ、あの2つが、なんだろう、弱体化され、まあ、インフィニティブレードはなんか弱体化するのもほぼ確定臭いけど、まあ、まあまあって感じだよね。インフィニティブレードもね、なんだろうな、お祭りゲー路線だって考えるなら、そんな悪くないんだよな、ほんと冒頭言った通り。ただ既存のフォートナイトの維持っていう目的で考えないのはクソだよね、本当に。建築要素完全にぶっ壊してるし、理不尽だしね。俺もやられて早く発狂してるしね。でもお祭りゲーム、新しいフォートナイト作るっていう、お祭りのフォートナイトを目指すっていう上だとそんな悪くはないと思うんだよな、個人的に。難しいんだよね、ゲームって。俺思うんだけど。俺よくさ、クソパッチだろとはよく言ってるけど、あのね、その、俺自分の意見が多数派ってのユーザーは分かんないわけじゃん。実際さ、そのよく言われる競技用路線って言われるさ、路線をさ、どれぐらいさ、その望んでるか分かんないわけよ、みんなが。どれぐらいの人がそのフォトナで競技やりたいのかなっていう思ってるか。統計取るのむずいじゃん、ぶっちゃけ。だってまあ、ガチ勢の層ってさ、まあよく声を上げてくれるけどさ、まあそういう層だけじゃないんで、フォートナイトってやっぱ。いっぱいいろんな人がさ、ゲームやってるからさ、やっぱそのガチ勢以外もやってるわけよ、多分。そういう人たちってね、声上げないんですよ、おそらく。別に、あくまでフォートナイトは、その、いくつかやるゲームの一つであって、その唯一のゲームじゃないよね。でもガチ勢って唯一のゲームに近い人が多いわけ、やっぱ。まあそういう人は絶対声上げるけど、まあ、そのさっき言った通り、その別にゲームの一つぐらいだよねって考えてる人は、まあ、声上げないわけよ。
で、ガチ勢ばっかに寄せていくとゲームって基本的にね、まあ衰退するのかなっていう、まあって感じするよね。 CSGO ってゲームがあるんだけど、まあそのゲームぐらいね、もうブランドがあればいいんだよ、ぶっちゃけ。 CS っていうゲームはね、もう昔から俺ですら知ってるもん。俺が FPS 始めた頃ぐらいから全然あって、それぐらいのブランド力があれば、もうがどんなに競技用路線ってか、そもそもそういう路線で売ってるから別にいいんだけど、ホットナイトってぶっちゃけ競技用路線で売ってないじゃん。最初売ってなかったと思うんだよね。あくまでバトロワの一種であって、なんかっていう、まあバトルワが競技用路線かどうかって話ではなく、そういうガチガチの競技用路線では売ってないみたいな感じ。ホットナイトさ、そういう感じのゲームではないじゃん、その見た感じ。結構ポップでさ、なんか誰でもとっつきやすくするゲームみたいな感じだと思うんだよね。だからその、まあ話戻すと、話がすごい脱線したから戻すと、まあ、競技用路線に完全に移行した場合、ユーザーがどれぐらいついてくるかって話なんだよね、ぶっちゃけ。炎上ユーザー全部切り捨てたら、まあ、あれなんだよね、そのゲーム自体の規模が縮小して、結局ガチ勢もなんだろう、細るみたいな、細るってなんだよ、痩せ細るみたいな面があるから、あんまそれ良くないと思うんだよね。かといって、その完全にそのガチ勢を切りするってやつも良くなくて、まあそのガチ勢切りするとね、あれなんだよねそのふわふわした感じになるよね、みんな真面目にやってないみたいななんて言うんだろうね。結果的にそれもユーザー切り捨てるしね。ガチ勢って別にね、その文句ばっか言う人たちじゃないよね。なんか今回の人だと聞くと、めっちゃガチ勢さ文句ばっか言う人たちみたいな印象あるけど、別に文句って別に悪いことじゃないからね、そもそもね、ぶっちゃけ。すごいクレーマーひどいクレームもあるけど、まあ、別にいいクレームもあると思うし、まあ、いろんな意見を言ってくれるわけよ。でももう熱心にやってくれるし、ある意味めっちゃ課金してくれるわけね、ガチ勢って。エンジョイでってあんまさ、その課金がやっぱガチ勢に比べたら減ると思うんだよ。やっぱずっとやってるから、フォートナイト多少はガチ勢の方がやっぱ課金してくるわけよ。なんだろう、客単価が高いっていうの、ガチ勢の方が。だからガチ勢もそういう意味では大事にしなきゃいけないと思うのね。どっちも大事にしなきゃいけないから難しいよねって話だよね。どっちを切り捨てるって話ではないと思うんだよね、このゲームの場合はね。そこが難しいよね。まあ俺運営じゃねえから別にあれなんだけど、俺運営じゃないしね。オッケー、これやばいぞ。やばい。オッケー。これどうしよう。危な、あれだな、雑談会だったはずなんだけど、時間って、これターレットじゃねえんだよこれ。マジかなんでこれ出てんだ、やっべ。しかも床なんか勝手に編集してるし、初期設定編集しちゃったんだろうな。オッケー、これどうやってんだっけ。こうか。でもやっぱこういうの後付け実況にすべきだなだってあれ冷静に考えて後付け実況じゃないの、頭悪いからな完全に。普通に喋りながらやるっつってね、このゲームね結構めんどいんだよな。待って、その前に、でも俺は今回喋りながらやるぞ。回復ねえのか。でも私が言いたいことはね、あれっすね、まあ、なんかこのゲームの運営って大変だねって話っすね。別に俺、まあね、ちょっとあれかもしんないけどね、最近はプレスとりあえず批判されてる節あるからな。でも俺別に批判するなとは言ってないんだよね、別に批判するなとは。でもこれ良くないか、俺ゲーム実況動画上げてる身としては別に擁護すべきだな。確かに運営擁護した方がさ、イベント呼んでもらえるしな。やっぱエピックいい会社だから、お前ら批判すんな、マジで。まあ、批判したらお前ら、まあ、経済で処罰してるからな。批判すんな。さて、なんか、喋ってる間に、もう、いや、4人も倒したっけ、俺。自分を倒した相手。あ、4人か。
俺4人も倒したっけ。まあいいや、まあ良くないんだけど、まあ良くない。でもあれだよな、だって今なんか再評価されてるハンドキャノン、まあ今っていうか俺がちょっと遅く再評価しただけなんだけど再評価されてる、再評価ってか、まあ、再評価でいいか一応、まあ、ちょっと遅かったけど、俺が気づくの遅かったけど、再評価されたハンドキャノンもポンプ、まあこれは一応新武器か。まあでも新武器といい、完全な新武器じゃないもんね、延長新武器みたいな。でこいつもシーズン5でしょ、こいつとこいつは古参でしょ。でもハンドキャノンっていつだっけな、シーズン4だっけ、最初から言った記憶じゃないと思う。シーズン1からやってるやつっていんのかな、もうシーズン1からやってる。なんかさ、俺シーズン1のさ情報なさすぎじゃね、このゲーム。シーズン1の情報ねえからさ、なんかさ古代の話みたいな、なんかレーザー兵器があったってね、噂は聞いてる。レーザー兵器があったらしいけど俺は知らない。うわ、なんだよあいつ、レーザー兵器があったらしいっていうね噂は聞いた。なんだよこれ、あれあれやばすぎだろ、あれやばすぎだろ。シーズン1もさ的にはさ、どういう感じなんだろうね大人。なんだよこれマジで、ふざけんなよ本当に、ふざけんなよ本当に、ふざけんなよ本当に、マジクソゲーかよこのゲーム本当に。何がお祭りゲーだ、ふざけんなマジで、お祭りふざけんなこれ、ふざけんな本当に、ふざけんな本当に、ふざけんな本当に、ふざけんな、いや無理だろこれ、ふざけんなマジで、ブレード削除しろガチで、バカかマジで、何がお祭りゲーだ、大人を怪我すんなマジで。ってことでね、今回ね大人のアップデートについて感想を述べましたが、皆さんはね、まあ、どんな感想を述べているでしょうか。じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おっつー。